昌平丸は、幕末に、薩摩藩が建造した、洋式軍艦である。後に、江戸幕府に献上されて、昌平丸と改装、練習船として使用された。明治維新以後は開拓誌で輸送船として使用されたが、明治3年に座礁して失われた。寛営12年、幕府は諸大名の水軍力を抑止するために、武家諸ハッの一つとして大船建造の金を制定し、 五百国以上の船の建造が禁止された。十九世紀に入り、日本沿岸にロシアをはじめとする西欧諸国の艦船が現れるようになっても、幕府は大名に対して軍用の大船及び洋式船の建造を許可しなかった。藩主に就任以降、布国協兵政策をとっていた薩摩藩主、島津成明は、開栄五年十二月二十七日に幕府に対して当時、 薩摩の日後下にあった琉球王国の防衛を名目に、琉大法船の建造願いを提出した。火影6年4月29日に、建造の許可が下りると、同年5月29日に、桜島瀬戸村造船所で寄港した。当初、琉大法船は琉球国内で建造させようとしていた。江戸時代の日本では、大型船舶の造船を禁止していたため、 外洋船建造技術に乏しかったが、琉球王国では中国への徴工のための新航船といった外洋船の建造技術があったためである。しかし、琉球王国では材木調達に不自由なため、瀬戸村造船所で建造するに至った。また、この時、琉球王府から串川親方、勝連親方の管理2名がお目付け役として薩摩に派遣され、 小平丸建造に携わっている。工事の監督を主に言ったのは、藩士、田原直介だった。琉大砲船の建造に着手した直後の下英6年6月、アメリカ合衆国のマシューペーリー率いるアメリカ東、インド艦隊が来航すると、幕府は老中、安倍正宏の主導で、8月8日に、水戸藩に、朝日丸の建造を、9月8日に、浦賀奉行に、 法王丸の建造を命じ、9月15日には、大船建造金指令を解除した。琉大砲船は火影7年4月3日に浸水し、安政元年12月12日に竣工した。火影7年5月10日に竣工した法王丸に、続いて、日本で2番目の洋式軍艦である。竣工当日に前の浜に開港し、翌13日に試運転を行った。 竜大砲船は安政2年1月26日に昌平丸と命名され、同年2月13日に鹿児島を出版し、江戸へ向かった。これが昌平丸の初公開で、船長は石原龍介。3月18日に品海に到着、同月28日には島津成明が乗船し大砲発射試験などを行った。また6月7日に、 三戸成明秋氏が乗船し射撃運転を行った。6月9日に徳川栄佐田が浜御殿から援護を、その命により8月13日に幕府へ献上された。献上された際、竜大法船という名目や琉球人が建造に携わったとして、琉球から施設が派遣されている。長崎海軍伝習所への伝習性派遣のために、 直ちに海軍練習生を乗船させ勝林太郎、八田堀慶三の指揮の下、9月3日に品海を出版、10月20日に長崎に入港しオランダ人による練習を行った。1854年3月の日米和親、条約調印を外国船と区別するための標識が必要となり、日本国共通の船舶機を制定する必要が生じた。たちは当初、 大中黒、徳川氏の先祖である日田氏の旗。白地に黒の横一文字を日本総夫な字じ,じに考えていたが、薩摩藩主、島津成明、幕府解剖参与、徳川成明の進言によって、日の丸の上りを用いることになり、同年7月9日、老中、安倍正宏により布告された。昌平丸が幕府県庁のために江戸へ開校された際、 日の丸が戦備部に形容されたが、これが日の丸を日本の戦機として形容した第一号であるとされている。一方で上記の説は俗説に過ぎず、日の丸の船印は浦賀奉行の提案によるものであり、徳川成明の強い指示もあって、法王丸春光に最始日本戦の総員として規定され、その後の将平丸にも適用されることになったとの見解もある。 明治2年8月29日、大倉省所管の昭平丸は管理丸と共に開拓使所管となり、9月18日に東京で大倉省から開拓使に引き渡され、輸送船として使われた。明治2年12月24日に米国などを積み、函館港を出版し、石狩りへ向かったが、逆風のために安渡るに漂着。 明治3年1月19日に同地を出版したが、明治3年3月、正木沖で嵐に遭遇し、北海道上野国木の小村の猫沢海岸で高波により座礁して破線した。遭難の地には、慰霊碑が建てられている。ありがとうございます。